池間島方向から宮古島を望む池間島は、宮古島の北西 1.5km に位置し、沖縄県宮古島市平良池間に属する島である。馬蹄型をした面積2.83平方 km、周囲 10.1km の島で、567人、359世帯が居住している。1873年人口が1800人を、 越えたこともあった。南方には、宮古島北西端の西辺波崎を望む。北岸2940年発天倒の池間島灯台がある。島周辺には、ヒゼと呼ばれる、ンゴ将軍が散在している。特に北から北東にかけての、約5から15キロメートル沖には、八重菱と呼ばれる巨大なヒゼがあり、ダイビングスポットとしても有名である。 島の内部には、池間湿原があり、岸の上トカゲなどの貴重な生物が生息しているほか、渡り鳥の飛来地としても重要である。2011年11月1日に島全域が国の池間長獣保護区に指定されている。1963年撮影の池間島かつては、南北に走る細長い海峡で隔てられた二つの島であった。 16世紀の初め頃、海峡の北側に、カリマタの豪族、四島の主が石橋をかけ二つの島を行き来、できるようにした。その後ほどなく、堆積した砂によって、石橋は、渦漏れてしまい、二つの島はつながって、池間島になった。そして、かつての海峡は細長い入り江となり、イーヌブーと呼ばれるようになった。 1924年から1934年にかけて、イーヌブーの干拓事業が行われた。入り江の入り口に道路を兼ねた2本の傍聴護岸が建設され、約47ヘクタールを対象に事業が行われて、約20ヘクタールの干拓地が造成され、残された入り江は、寄水域となった。ユニムイ原と呼ばれた干拓地の一部には、 現在の池間小中学校の運動場が造成された。さらに、1963年から1982年にかけての漁港工事によって、外目との水路が完全に遮断され、かつての入り江は淡水化し、湿原となった。これが今日の池間湿原である。なお、ユニムイは、干拓地付近の海岸の救命である。ユニは、方言で、 族を意味し、泡を持ったような形の砂山も、ユニット呼ばれる。また、無イは、いくつもの意味であり、この海岸にはいくつもの砂山があったことから、ユニムイと名付けられた。1992年2月12日、池間島と宮古島北端の岩出し先とを結ぶ、池間大橋が開通し、宮古島と道路で結ばれた。琉球時代を彷彿させる風習が、 近年まで残されていたため、民族学においても注目されている。琉球王国時代の歌器信仰の風習を今でも色濃く残していることで有名である。大出身者には、池間島民より選出された5人の司を中心とした祭祀集団が形成されている。元と呼ばれる氏神を祀る場所が4箇所挙げます。禅ヌや前里があり、脈筒という祭りを、 毎年、旧暦9月に3日間取り行う。元には、男性の最終集団が形成されており、祖父から父、父から、この順に、最終集団が形成されてきた。なお、各ムトへの入会が認められて、ムトヌウヤになれるのは数え55歳からである。池間島からは、ミヤコレ島各地に移住が行われている。 1720年にイラブ島に創建されたサラハマ村24個が強制移住させられたことに始まり、1723年には宮古島の長浜村に20人が、1737年にはイラブ島の国中村に35個が、1874年には宮古島の西原村に35個が移住。このため、イラブ島のサラハマ、宮古島の西原には、 今でも池間島からの移民が多く住んでいる。これらの人々は移住先でも七無い信仰や宮悪つといった池間島の民族、文化を守っていることから池間島の住民と合わせて池間民族と呼ばれる。1906年にサメ島神戸によってカツオ釣り漁業が始められた。かつては遠洋漁業が盛んでカツオ漁が有名であった。昭和年代に 排他的経済水域が設定されたこと等により、遠洋漁業は廃れたが、現在でも漁業が中心産業であり、鰹節はこの島の特産品となっている。1992年に池間大橋が完成し、宮古島からの新たな観光ルートとなったことにより、近年では観光も主要産業となっている。池間大橋、ありがとうございます。